ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんこんにちはです、ミネオです。本日は、開花の扉、こちらの21回をまたゴリゴリ攻略していきたいと思います。取り急ぎ上上ということで、若干ゴリゴリ構成になってますが、よかったらご視聴ください。それではどうぞ。はい、始まりました。こちらね、まず下このスカイドラゴンなんとかしないといけないんで、まず全力で潰しにかかります。で、ここは弱点であるお化け小僧にバギ属性でアタック。そして今回のね、肝トマホーガーさん、ここは一発ボルケイン、はい、入れていきます。で、一応スカイドラゴンより速さを速くしないといけないんで、こちらの、ゾーマさん、爪をつけております。さあ、ここね、ワンチャン混乱する場合あるんですけど、混乱した場合はやり直しがいいかもしれないですね。はい。そして、お化け小僧がかばっていく。さあ、2ターン目だ。はい。ということで、まずは上に上に進軍していきたいと思います。はい、ここはスラスラッシュで、2人ともにダメージを与える形、はい、少しでもなんとかダメージを与えていきたい、はい、ここで、サイコキャノンを打ちたいところだが届かないんで、滅びの評価に打っていきます。このグレイツェルの2回コードが本当やばい。さあ、トマホーガーさんはこれね、本当ベホイミ覚えさせておいてよかった、うん、意外に使える、うん、っていうか2人混乱してるしね。まあ、こういうことよくあります。よかった。いやー、よくない、よくない。やばいね、これ。まあ、こうなっても大丈夫ですね。まあ、トマホーガーさんさえいれば、この面はなんとかなります。で、一旦ちょっともう、ここ、ブチ切れ入れていきましょう。はい、ブチ切れ、テイル、テイル、テイル、キュー、ブテイル、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 テイル。はい、ということで、ここでもう一発、守備力下がるかと思ったが、下がらない。さあ、トマホーガーさん、ここはベホイミ入れていきましょう。はい、グレイツェル、お菓子食べてパワーアップ。そしていたずら、ゾーマ死亡。ああ、いや、ちょっと早く早く。はい、ということでここで、はい、回転ケーキバシャッね。これまあ会心決まりましたけども、まあそこはね、ご了承ください。はい、ここでベホイミで回復させていく。はい、グレイツェルさんがこれでね、ハロウィンで来ちゃう。はい、さよなら。はい、リーズレット、ここは一発入れていきたい。もう2発入れたらこっちね、なんとかいける。しかしここは安全策を取って、下に下がってチョコ回復、下に下がってチョコ回復。さあ、このアタックは全然効かない。大丈夫だ。ドローモアも大丈夫、ギリ耐えていく。さあ、回転アタックで1259ダメージ。そしてここボルケーノ入れていこうか。ここで邪魔することによってちょっと遠回りしないといけなくなるでしょう。 OK、 ナイス、700ダメージ。はい、チョコでさらに回復。これで HP マックスかな。はい、ターン6ターン目。さあ、いたずらで、あー、いまいち。さあ、来た、ボルケーノの出番来たよ、おい。そして、ここで、凍える吹雪行こう。はい、アタック997。まあまあ。これで、ワンパン耐えますんで、ここでボルケーノ入れていって、いいですよ。はい、ナイス。いやー、80に残る。マジか。まあ、この扉はね、勝ちゃいいんで。はい、最後、尻尾アタックということで、まあ、ちょっと、ドカドカしましたけど、一応まあクリアということでね。まあミスっても勝てちゃう。ね。まあそういう感じですよね。
いや、トマホーがほんとやばいですよ、これ。めっちゃ今回役立つ。はい、ということで、恒例の特技と、じゃあ装備見ていきたいと思います。こちらは素早さ装備となっております。で、ゾーマさんは、全部プラス10かな、はい、しております。今回ヘナトス出番なし。そして、デボラスさん、こちら鉄球ね、とハグメタ、いつもの装備プラス、こちら回転はプラス10ですね。そしてリーズレットさん、はい、魔性の杖と、こちらも素早さちょっと盛りかな。はい、凍える評価プラス10ということになります。はい、モッドライダーさん、こちらは、破壊の剣じゃなくてもいいよね、これね。うん、はい、メッタメッタギルは一応プラス10にしております。そして、我らがトマホーガーさんですが、こちらも素早さ少し上げているので、このね、エジプトの爪をつけております。これでだいぶね、50近く上がるんで、はい。で、ボルケーノとペホイミはプラス6、これプラス8か、やっぱね、9ぐらいしたいですよね。うん、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また遊びに来てください。それでは失礼いたします。